こんにちは、ニュアンスハンドメイド作家のルピナスです。今回は描かずに塗るだけで可愛いダルメシアン柄をご紹介していきます。それではどうぞ。道具のご紹介です。レジン液、モールド、白いジェル、ベース用に使います。カーキジェル、こちらもベース用に使います。マットジェル、マット加工に使っていきます。クリアジェル、固めのテクスチャーになります。今回の主役、ダルメシアンジェル、黒のつぶつぶが混ざっています。こちらは後ほどお見せします。ミラーパウダーのゴールドを使います。100円ショップでも代用できます。モールドの詳しい作り方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてみてください。今回はラウンド型で作っていきます。右側から塗っていきます。白のジェルを中心から外側に向かって広げます。ムラにならないように腕は寝かせて優しく塗っていってください。ホコリなどが混じってしまうこともあるので、見つけたらその都度取り除いてください。二度塗りを行いました。それでは左側にカーキ色を塗っていきます。こちらも白と同じように塗っていきます。ムラがある場合は硬化をする前に傾けてジェルを少しなじませます。カーキも二度塗りを行いました。ムラがなくとっても綺麗に仕上がっています。レジン液で先にコーティングを行っていきます。ぷっくりになるように持っていってください。大きい気泡は見つけたらなるべく取り除いていってください。時間が経つと端から弾いていってしまうので、素早く丁寧に広げるようにしてください。液もレジン液で持っていきます。それではカーキの上にマットのジェルを塗っていきます。厚みが均等にならないと、硬化後にマットジェルはムラになりやすいので気をつけてください。今回はメタリックな質感にしたいので、マット加工を行っています。マットジェルにも種類がたくさんあるので、お好みのマットを選ぶようにしてください。それではダルメシアンジェルを使っていきます。見えづらいと思うので、蓋に一度出してみます。よく見ると大小それぞれ形が違う黒のつぶつぶがあります。アートの続きは概要欄ファンティストのレッスン動画よりご視聴ください。マットなダルメシアンが完成しました。土台の厚みがまだ足りない場合は、レジン液を盛るときに追加で盛るようにしてみてください。ダルメシアンとマットの相性がとってもよく、おしゃれなアクセサリーになりました。人気の緑もくすみカラーで肌なじみがとってもいいです。